部で24人だ。果たして今どれくらい生き残っているのか。のっぺらぼうの仲間のことも本当に知らん。それについて知ってるのは脱獄の指揮をした囚人たちの親玉だ。親玉はどんな野郎だ。単なる政治犯のじいさんだと思ってた。おとなしい模範囚でさ。ところがどっこい猫かぶってやがって、俺の目の前でトンデン兵から軍刀を奪い、あっという間に3人切り捨てた。後で知ったが、30数年前の函館戦争で戦った敗残兵らしい。旧幕府軍の侍だ。俺が聞いた話では、あのジジイは函館戦争で戦死したと言われてる新選組の鬼の副長、土方歳三。